はい、今回ですね、あ、懐かしいですね。いたね、そういや。能力めっちゃ高いよ、これ。めっちゃ高いんですけど、86やで。スタミナ18、ディフェンス12。いいね。もう、ほんまにボランチって感じやね。ラミレス。いたな。87年。もうさすがに引退してるか。180あったんや。もっと小さかった気がしたけどね。うん。いたね、そういや。この頃あれか、なんかルイス・フェリペス・コラーリとかじゃなくて、違うか。あれもっと前か。ごちゃなってるわ。ちょっとプレミアでやるのはちょっとどうかなと思った感じだったけど、結構活躍したよね。モービーにもいた頃かな、よくわからへんな。ブラジル代表歴51試合。すごいな。セルソンキャップ積んでるやん。すごいなって言いながらワールドカップ出てるよね。さすがに。ちょっとわからへんけど。ワールドカップは2010年出てるな。まあ、レギュラークラスではないけど、まあ出てるね、それなりに。で、2014年はあ、出てるな、2014年。まあまあ、準レギュラーみたいなの出てるな。やるじゃん。で、それを先に代表からも言われなくなった。あんま記憶ないな、このブランチ。まあ、準レギュラークラスって多分覚えてへんな。ブラジルでプレイしてて、で、ベンフィカに行きの、チェルシーに引き抜かれの、ベンフィカでじゃあカードあったんかな、まあどうでもいいけど。で、なぜか急に速攻で中国に行きの、中国点々と C の、まあ中国この時バブルやったからね、やたら金稼げるみたいな、今も稼げんのかな、よくわからへんの。結構なんか給料未払いのが結構多いからね。で、だって公衆交代潰れたからね、あの、クラブワールドカップでね、時3位かなんかになったよね。びっくりしたよな。で、パルメイラスに戻って、あ、引退してんね。リタイアです。プレミア通算159試合17ゴール。まあ、微妙だ。中国リーグもそんな出てへんやん。49試合。結構、怪我とか多かったかな、よくわからんけど。まあ、でも金は稼いだよな。まあ、そんな感じで。はい、今は何してるのかな。